IPC 白白いらっしゃいということで放送始めます。どうもすいませんね。ですね、まあ、今日ね都知事選があったわけですけど、はい、都知事選ねあって僕投票行かなかったんだけど、そうそう、まあ、夜中にね票割れ、票開票が決まるからさ、まあ小池百合子って多分間違いないと思うけど、うん、まあ、ちょっとね少し気にしてるので、夜中まで言おうと思って、で、まあ、放送さ、夜中までやるのやめようと思ってたの。でさ、なんか知んないけど、飯食って、戻ってきたら、なんか不安になっちゃってさ、なんだか知んないけど、また、病気始まっちゃって、これダメなのかな、美容ボックスみたいな狭い部屋いるから。なんか不安になっちゃって、もうどうしようもなくてさ、そうそう。で、他の放送見て、横山みどりの放送とか、あとは、選挙のやつ見てたりとか、ニコ生で選挙の方見てたりとか、いろいろごまかそうとやってたんだけど、ダメで、なんだか不安に押しつぶされちゃってさ、だから枠開きました。はい。うっすいらっしゃい、出るいらっしゃい。いや、当確は知ってんだよ。じゃあ、今回のとね、東京都知事選挙っていうのは、小池百合子がそもそも選挙活動をしてないわけだよ。もうね、小池百合子はもう当選するの分かってるの、そんなことじゃないんだよ。次回の、なんで今回22人も出たかっていうと、次の都知事選について、次のね、この次だな、この次の都知事選、次、小池百合子じゃないから、な、だからそのために、このいろいろ活動してるわけだよ。そこを見たいわけよ。曖昧らしい。いや、不安でしょうがなくて、ダメ。いや、外も出た。うん。今日、外出てきたんだよ。2時間ばかり。で、散歩してきて、ダメだね、不安になっちゃって。なんだろうこれ、落ち込んだりとかはしないんだけど、なんかこの不安感みたいなのかられる、明日病院行ってくる。だから明日ここ11時に出るから、一回家帰って保険証取ってきて病院行ってくるよ。そのうち変になる。ゆうたいらっしゃい、のりいらっしゃい。あ、まなちゃんありがとうね。わこちゅびってさっき挨拶だろ。いや、ダメで、どうもすいませんね、本当に。そんな部屋に長くいたら精神、いや、外出たよ。心が繊細。まあ、俺ね、性格が元からその繊細というかさ、いろいろ細かったりとかするから、ダメだね。どうもいらっしゃい。いや、ダメ、本当に。まあ、そんな感じで、なんかね、まあ、ちょっと落ち込んでるのね、どうにかごまかしやりたいなと思って、薬とか安定剤とかないから、まあね、ゆういらっしゃい、みっていらっしゃいね。なんで、ちょっとね、放送枠開きました。で、髪の毛はちょっとドンキホーテ行きゃよかったな。髪の毛こうやってさ、なんかさ、こうやって結んだりとかさ、こうやっててっぺんで結ぶと変だから、結べねえし。なんかごまかしてなんかやりてえな。カチューシャみたいなのとかさ、なんかやりたい。あ、もうハゲ散らかってるだけだもんね、これじゃあ。学ぶいらっしゃい、ポンツいらっしゃい。まっすぐな人、そうなのかな。予約食った、なんけ、サバのなんか混ぜご飯みたいなやつ、スコッていらっしゃい。短い方が似合ってた、多分ね。ただまあ、もうどうでもいいんだよね、髪型とかもさ、別にね。どうでもいいよ。まあ、髪の毛染めたいよね、染みたい。あ、まあ、髪切ろうかな、横が投げんだよな。はい、グルマをいらっしゃい。まあ、いいや、帽子かぶろう。これいいや。あ、これだったらいいね、これだったら。養分、あ、俺養分どうみたいな、これ。ね、養分伊藤がちょっと若干老けたかな、みたいな感じじゃない？これだったら。あ、これでいいや。あやみらっしゃい。これでいいや。1000円カット行ってくれば、そうだね。いや、一時的にちょっと変でも3ヶ月とか我慢すれば、それなりにちゃんとした長さになる。髪だけ？こうやったらいけてるよな。伸ばすなら少し整えた方がいい。 100% 坊主の方が似合ってますけどね。坊主は似合わないって言われるな。坊主は似合わないですよ。短髪は似合うって言われるけど、坊主は似合うって言われたことないな。でね、今日ね、携帯電話ちょっといじってたのね。今日精神状態が安定してる時に、で、精神状態が不安定になって携帯電話いじってたらさ、俺画像フォルダ、携帯電話の画像フォルダ全部消えちゃって、マジで全部、俺のサムネ、自分のね、サムネから、今までの思い出やら何やら、全部消えた。これダメだろうよ。
すいません、これはつけれません。こんなのね、普段からつけたらアホでしょよ。頭悪いでしょよ。ね、これがいいんじゃねえかって。ダメだろ。ダメです、お似合いです。おかしいだろ。気違いだろ、確実に。似合う？おかしいだろよ。普段からこれつけてんだろ？外でもつけれるのじゃないため。外でもつけれるんですね。部屋の中でつけてる分にはいいよ。それはあれだろ、お前。こういうのつけたら、またあれ、プーさんつけた時思い出しちゃうよ。愛されキャラ、やめなよ。プーさんつけてね、前の女にね、つけてる時にプーさんつけてって言って、プーさんつけた時みたいになっちゃうから、ダメです。サドメロいらっしゃい。家に大体プーさんがあるわ、まだ。愛されないんだよ、俺も。嫌われてんだから。愛されキャラで歩こう、外を。頭おかしい、野田通りみたいな。野田みたい。俺は無理だよ。デブじゃないから、ああいうキャラ、ほんわかキャラみたいな無理だもん。正体いらっしゃい。もう一回プーさん、まあ家で配信できるんだったらプーさんあるからさ。プーさんあるんだよ、実は。家に。家にあるんだよ。置いてあるんだよね。メタルラックのところに。置いてあるから、それつけるよ、家で。いやー、あれだね。ヒデママがついてるのをもらえない、ヒデママって。泣いてるプーさん、俺が泣きたいよ、本当に。何？ヘアバンドないよ。もう今の時期、ああいうヘアバンドってしないでしょ、暑いから。マサちゃんいらっしゃい。暑いからさ。今日一回帰ってない、帰ってない。今日帰ってないよ。帰らないで、明日帰ろうと思ってて、めんどくさくなっちゃった。めんどくさくなっちゃって。T シャツ一日洗ってねえよ、これ。昨日洗って、乾燥機かけたからあれなんだけど、今日洗ってないもんね、マジ。丸一日洗ってない。風呂はちゃんと、シャワーはもうね、めんどくさくなりながらもう寝る前に入ってんの。あとパンツは、まあ、買って、パンツここ安いんだよ、なんか200円ぐらいで買えるの、普通の、トランクス。つかトランクス久しぶりに履いたわ、俺。サバご飯食った。サバご飯は、病んでる前に2杯食った。サバご飯食ったら病んだんだよな。ES いらっしゃい。サバご飯食ったら病んだよ。なんだろう、なんかいろんなことに不安感じるのよ。今後の生活。ね。今後のせ、なんかね、それで、ね、ちょろちょろっとことわかる？今後の生活のことを、ね。今後の放送のこと、収入をどうやって得ようか。まあ、これね、ずっと長引く感じで考えるんじゃないんだよ。パッ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 って頭で、こうやってパッ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 ってなんか出てくるの。シャッ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 って。もう不安しかなくて、何もね、安心とか安定とかそういうものがないから、全部。今後の放送のこともそうだし、で、もうね、寝れば寝たで、ちょっと睡眠取るじゃん。睡眠取ったら取ったで、うなされるし。いや、ほんと、この2日間、うなされまくり。マジ、寝るたんびに。同じことで。何かは言わないけど、うなされる。そうじゃなければいいな、とかも思いながらさ。まあ、そんなことを思いながらね、銀次いらっしゃい。ダメよ。まあ、明日病院行くんでね、一回家帰って、立町の方まで帰って、んで、保険証取ってきて、保険証だけ置いといてるから、保険証取って、で、病院行ってくる。サバ食べたんだ。俺はね、サバのね、混ぜご飯みたいなやつ。不安に感じるのが当たり前なので、それが普通ですよ。そういうことじゃないんだよな。そういうことじゃないんだよな。なんか、別に考え込んでるわけでもないのに、パパパパッと出てきて、出てきて、で、なんか胸が痛いっていうか、もやもやするっていうか、春菜に敷いてらっしゃい。またたびもあるもらっしゃいね。これ不安に駆られるんだって。ゆかさん、ちょいちょい、ありがとう。夜ご飯召し上がったら食った？みっちゃん。パイセン、YouTube ライブで投げ銭できないの？どうだろう。わかんないけど。YouTube ライブで回線速度が高くないとできないから、ここをまず回線速度遅いでしょ。だから家の契約しないとダメだよね。たけちゃんいらっしゃい。小池に決まったけど、どうでもいい、そんなの。誰がやったって都知事なんか一緒だ。理由も、そうそう、本当に理由もなく不安になってる感じ。